おはようございます、本日もですね、今から平穏な一日をやっていきます。ただいまが夜の10時55分で、実はですね、もう風呂も入ったんですけど、この T シャツの下はですね、パンツ一丁なんで、これ以上もう下をお見せできないので、この辺で先寝たいなと思います。ではおやすみなさい。おはようございます、今が8時です。今から準備していきたいなと思います。これが終わったらすぐに洗濯物が多分仕上がると思うので、その時は洗濯物をするので、まずは朝食を食べたいなと思います。あ、ちなみに納豆はなんかこの北海道産の納豆の豆のやつが結構量が少なくてちょうどいい量なんで、おかめ納豆のなんかちっちゃいやつはちょっと量が多いので、この少量の納豆やったら食べれるっていう感じなんで、これを食べます。では行ってきます。はい、それではオフィス出社です。今日はちょっと遅くて社長出勤ですが、おそらくこの時間またもまだ誰もいてないだろうという感じです。同僚たちはちょっと遅い時間に来るので、多分今日も僕が一番乗りであろうと思いますが、最近この T シャツよく着てるんですけど、この T シャツがめちゃくちゃ着心地よくて、なんかすぐこう手に取ってしまう感じなんで、別に気に入ってるわけじゃないんですが、質感が気に入っててよく着てるという感じなので、多分これ持ってはる方はああわかるわかると思ってもらえると思うんですが、だからよく着てて今後もよく着ると思います。では今日もサクッと頑張って、ちょっと昼ぐらいからジムに行きたいなと思うので、ちょっと午前中頑張りたいなと思います。ではこんな寝癖ですが出社してまいります。戻ってきました。ですね、途中で中抜けしてきたんですけど、思い出したのが今日ゴミの日やと思ったんで、急いでまだゴミ回収されてるんで、今から出しに行きたいなと思います。
それでは米が炊けるまでちょっと編集の続きをしたいなと思います。炊けたのでいきたいなと思います。今日も嫁蔵が作ってくれてます。ピーマンの肉詰め、まあ、きんぴら、これは僕まあ好きなんでよく食べます。でなんかピーマンのなんかこう甘辛なんとかなんですかね、わからないですけど。でさっき炊いた米です。これが本日の僕の昼食です。いただきます。それではですね、1時くらいまでちょっと休憩したいなと思いますので、ちょっと1時まで休憩します。では今からセカンドチャンネル撮っていきたいと思いますが、ご飯を食べて歯磨きをしないと梅蔵に怒られるので、今から歯を磨きたいなと思います。1日に何回も歯磨きのシーンすみません。昔はですね、歯間ブラシをやってなかったんですけど、最近は毎日やってます、ほぼ。大体ここ3年ぐらいは歯間ブラシをちゃんとやってるので、歯医者さんであんま嫌な顔をされなくなりました。はい、それでは撮影していきます。マイクポチとカメラポチといきます。はい、本日はですね、ということになります。はい、では以上、ありがとうございました。はい、それではですね、ちょっと今編集してたんですけど、わからんところがあったんで、Final Cut Pro という編集ソフトの、動画編集ソフトのわからない部分は、Apple に電話して、僕はいつも聞いてるので、今から Apple に電話したいなと思います。では、電話します。あ、すみません、以前もちらっと話したんですけど、はい、すみません、失礼します。はい、ということで謎が判明したので今から取り掛かりたいんですが、まあちょっと休憩したいなと思います。今が2時半なのでちょっと休憩しようかなと思います。やっぱこういう時には、元祖きなこ餅ですね。これを冷蔵庫に冷やしてあるので、これを食べてリフレッシュすると、これはなんか素朴な味がしていいんですよね。昔から変わらへん小学生の時代を思い出すような味。では今からジムに行きたいなと思います。なんか今日は多分お盆やからいつもと違う営業時間やと思います。奪えられましたね。はい、それでは帰ってきました。ちょっとオフィスがですね、隣にいてた中学生6人組によっても完全に喋り場とかしててですね、イヤホンつけてたんですけど何にも聞こえへんかったんで一旦帰ってきました。なので今日はおとなしく家であと残りちょっと編集したいなと思います。それでは久々の風呂掃除をしたいなと思います。最近はですね、ジムにずっと行ってたんで風呂掃除をしてませんでしたので、ここらでちゃんと風呂掃除しておきたいなと思います。ということで、現在が7時25分でもうさっぱり風呂まで入ってきました。
で、あとはですね、ちょっと今からちょっとやる気出たんで、ちょっとだけ編集して、まあ、今日は終わりたいなと思いますので、ではですね、見てもらってありがとうございました。I don't know what happened. Guess we weren't meant to be.